今更解説するダークソウル全素性おすすめ攻略講座、今回は騎士編パート2、銀騎士の剣を使って最短のルートを目指していきます。そう、あのショートカットを使わずしてダークソウルは語れないということでいきましょう。それではレッスン1、今回のメインウェポンである銀騎士の剣を獲得し最大強化せよということで、最短最速で駆け抜けていきます。ダークソウルの基本、まずはペトレ、まずはペトルスより始めよ。ここで今日の運勢を測る。いや、今日のルートは完全に使えるんだよな。銀騎士の剣を使おうと思ったら不走も使えるからな。だがね、軸をぶらさないんだよ。まっすぐ一本芯を通す。真ん中がちょうどいい。まろやかにね。これと決めた一つに向かって、お前はと。いや、危ないって。ちょっと。お前とはやる。よ。ちょっと黙ってろ。まずはエンチャントさせろ。弱い。これ切った方が早いな。お、ルーティン出来上がった。ルーティンワーク出来上がったわ。ルーティンウォーク。バベル。これは左からがベター。集めたソウルはロストしないうちに使っておきましょう。で、銀騎士剣は技量22必要。筋力は16だからもう持てるね。切り捨てで5でしょ、16ぴったり持てる。どうせ両手持ちにするんで筋力は上げずに、持久力欲しいので持久で。よし、じゃあ OK、 準備 OK なんで SGS でいきます。OK。 もはやね、全く喋ってないよね。序盤はもうルーティンワークだもん。ルーティンワークならぬルーティンウォークと言っても過言ではない。よし、来た、 OK、 受けた。まずここの俯瞰視点のムーブも鳴らされてきたな。まだ実戦投入できるほど早くないけど、ここをすんなり行きたいよね。よし、ちょっとずれて、これで千の古城突入。もはや素性騎士のモーニングルーティンだから。全ダクソプレイヤーがね、騎士を選んだ時はだいたい SGS してるから。はい、R のロイドロイド。雷槍、キングヘビー、ドンキン。草。はい、石類調整。神の調整した今。神器、セイクルのセイク、ピックのマッシュのマッシュ、百鬼夜行だ。で、ここでさりげなくね、塔のカイトシードに変更してる。これは、もしかしたらボウガン一発受けて、ダメージで削られるかもしれないから、かもしれないダクスやってるから、俺、人の100倍かもしれないダクスやってるから。ここで総門つけたまま、カット率 95% だっけ？で、走るのは、リスクだと、俺は感じ取ってるわけだから。ダークソウルに対する意識の違いが出てる。はい、この縦軸。イニシエのムーブ。よし、行こう。先に言っとくが、アイアンゴーレム落とす。お前は奈落の底へ落とす。これ、うわ、今いけた。リスク管理、もし落とせなかったらそれを考えろ。俺はこれは落とせる。うわ、待てー。ダークソウルはね、一緒に落ちていくと死にます。これダークソウあるある。これダークソウルじゃねえ、赤狼みたいに落ちても復活しないから。カッツカツだけど一応触れるか。一応時給に触れそうなんで時給に振っておこう。あ、お好みであそこのケツ貼るとっても大丈夫です。むしろドロップ期待しないならケツ貼るルートでも全然 OK。
その場合鉱石を集めるっていうムーブをしていくとより安定します。ケツハルかよっていうかもしれないけど、ケツハルの万能有能性は我々クロウとはみんな知ってる。もう何度も言ってるけどルーティンウォークなんで、いやお前だるだるがないされてる。スタミナよし、あぶね、こいつパリしたっけ。ちなみにこいつの持ってるカイガモリの極刀はマジ強です。はい、こういう落とし方もあるよっていう紹介ね。イントロダクション、イントロデュース、もう知りすぎてる、知りすぎて消されるまであるからな俺。お前は知りすぎたって、フロムソフトウェアに消される可能性がある。カイガモリの極刀は本当に強いです。はっきり言って周回近接で回すならカイガモリに暗月エンチャ、太陽エンチャでもいいけど、その辺使って周回回すのがかなり強い。だからルートとしてもありかな。多分機会はあると思うので、どっかでやりたいと思います。この10周目台は大体そう出ましたかな。まあ途中からしぶきになるんですけどね。今回すいません。申し訳ない。7万円のヘッドホン用意してないです。2万円弱のシュアのイヤホンです。でも結構長いことお世話になってるから。2回の断線を乗り越えて。うわっ!ほらいける。2万円でもいけんだよ。7万円じゃなくていい。本当はさ、ワイヤレスのイヤホン使いたくてしょうがないんだけど、あれはね、ゲームやる上ではラグがちょっと。ケツハル取った上だったね。銀騎士、対銀騎士戦がすげえ時間かかっちゃう、これ。ということで、マラソンしましょう。はい、いきます。デレデレデデレデレデレデデレ。まあ悪くないか。お前やれねえのかい。一発かい。もう超愛されてるな。ダクソに愛された。愛が重いわ。愛が重いし、もうここ来る必要ないじゃん。冷静と情熱の間、まあ、ということで一発で来るので、これは非常におすすめのルートですね。銀騎試験やりますって言ったら、ここに念じたらこのように一発で来ますので、はい、これが銀騎士の剣。一見何の変哲もない騎士の剣ですが、かつては修正されましたけど、雷のエフェクトが乗っているっていう謎。技量系の剣です。技量系の剣、いくつかあるんですけど、まあ、その中でも割かし1周目は使いやすいかなっていう光強化だしね。最大の特徴がエンチャントできるっていう。これがね、なかなか良くて。名残なのかわからないですけど、本来はできないはずのエンチャント、できないであろうはずの何やってんの?こうちょっと分かったんだよな。はい、分かってない。いや、ちょっとここ分かったんですよ、折り方。ほら、分かった。うん、そう。このジャンプが出るタイミングがうっすら分かった。でもまだね、確証が得られてないから、声を大にしては言えない。ということで、まず6個買います。6個買って、武器強化、銀騎試験。2、3、4、5。はい。最大強化328、十分だろう。ということで、レッスン2、アノールロンドを制覇し2つの鐘を鳴らす、はい、ということで、ここでレッスンファイナルとはちょっと言えない、言い難い、いつもと違いすぎるから。ただ蹂躙していけばいいというものではなくなっている。すでに戦いは始まっている。 OK、 石類調整、これワンクッション、気持ち、ワンクッション、気持ち、よし、行こう。 OK、 約500の攻撃力、これを見るか。ちょっと待って、振り確認。 OK、 逃げられた。戦い方はとにかく、まあ、ひるみを取らない。前回やったっけ。うわ、強いな。ひるみを取らないムーブ、大釜の時と一緒ですね。基本はチクチク攻撃をしていく。で、柱を上手に使う。ダークソン基本です、これ。で、2人の行動をしっかり、ちょこちょこ動きながら振らせてるんですよ、これ。音操性の基本を教えましょうか。こうやって、ちょっと近づいて、振らせたりするっていう。そういうことをやってるんです。上手い人は。上手い人全員やってるんで、ただ柱に隠れたりとかしてないんですよ。上手い人はこうやって振らせるムーブとかしてる。これも、振らせてるから。逃げられたけど、そういうことやってるんだよ我々は。で、ローリングしなくていいとかしないから、そもそも
間で避けられるときは間で避ける。これ上手なんだよな。上手と言ってもいい。終わり。うまさ見せたな。まあ、残ったろこれ。もういい加減にしろ。残った可能性がある。判定残るっていう概念を知らない人はいますかね。いないか。で、元気試験はローリング攻撃が好きです。これを好んで使う人はいるのかな。で、アルツもちょっとねモーション違うんだよね。技量系だからなのかもしれないけど、普段の直剣とはちょっと違う癖のあるムーブ。個人的には普通の直剣のムーブの方が好きですが、いぶし銀だから元気氏は。よし、完璧。今回はかなり安定した RTA 的 TA 的なムーブというよりは通常プレイの理論値みたいな感じ。今のムーブはこういう風に戦ってくださいねっていうのをちゃんと解説できたな。失敗していくわ。捨て振りはこんな感じでいきましょうか。いい避け方、いい避け方だわ。この窮地で急速調整をするクロート流ね。これに関しては対人勢が一番うまく使えてると言えると思うんですけども、この武器チェーンでひるみを回避するっていうムーブはかなり使えるというかピンチに使えるので、ぜひ覚えておいてください。硬直キャンセルとかそういうのは全部武器チェーンでできますね。このダークソウルはこれはデモンズソウル時代からのもんです。デモンズソウル時代は直剣とか、あとはあれだな、なんだっけあの武器、ハルバードじゃなくてミルドハンマーだ、ミルドハンマー。祝福両手持ちのミルドのはめ抜けとかに武器チェーンを使ってますね。使ってました。よし、行こう。いや今嘘嘘、今罰をした。もうウーロン茶飲むわ。知ってましたか、ウーロン茶ってね喉の油を洗い流すからね。ゲーム実況者はご法度らしいですよ。ですが私ウーロン茶飲んだ方が喉の調子がいいんで、よく声が低くなったっていうね指摘をもらうんですけど、普段の地声はこっちです。声高い時は丁寧な解説したい時とかテンション上がってる時だから、張り詰めてない時はだいたいこれ。足りねえよお前ら。おい、来すぎだわ。で、こういう時なんですよ。こういう時に石類頼みではないのはこの武器のいいところっていうのをね、2回の死を持って解説したかった。解説したくてしょうがなかったの。うずうずしてた。3ヶ月前から。3ヶ月前からうずうずしてた。銀騎士の剣ってこういう使い方あるん？何もディレイ。草も生えないわ。いつもだったら草の実の能力者になってるよ。あ、これいいかも。絶の妙だわ。足りねえ。あ、ごめん。急速入ったわ。急速入ったならいい。急速に入ったのであれば、もっと火力を。666。これは意味嫌われてる。死の数字だ。早いよ、お前。殺すよ、じゃん。逃げ気決殺。会合言うの忘れてたわ。まあ、そもそも挽回に至ってるからね。そんなもの言わなくていいのだけど。人的釈説。F 式はありません。高らかに宣言。金色の騎士を、銀の騎士が、変わる。ちょっと動けない。何が起きてる今。わからない。だが無駄だ。やると決めた。鎧錆びてんけ。さて、今回は、蝶の愛。蝶の愛はつけよう。あと、鐘鳴らす時の注意として、ちゃんとガーゴイルから倒す。これちょっと忘れがちなんですけど、たまにはクラグからやろうかなと思ってクラグからやっちゃうと、ロートレックが出現してくれなくて、で、ガーゴイル倒した時にロートレックがひもり目殺してどっか行っちゃうんで、そこは気をつけて。OK。で、今回毒をもらった状態で戦っていきます。
でそういう時、セキュリーが使えないって時に火力を出せるのがこの武器の特徴、エンチャント松ヤニ。これで500、これで急速状態の銀騎士剣とほぼ同等の力を持っていると、まあ、若干急速の方が上回ってるけど、急速を使わずストレスなくこれが出せるっていうのは大きな強み。なので銀騎士剣はエンチャントと併用が非常に効果的ですね。まあ選択肢は雷か暗月かになるんですが、カットです。見ないもん、俺見ないって決めてるから。今後生涯あとたった一度も見ないって決めてるから、これと決めたことを実行してるから。よし、いい火力だ。この回転でこの火力はなかなかです。下手に R2 使わず R1 主体で回転で攻めていくのがいいでしょう。お好みで月攻撃を使っていけばさらにおしゃれ。ダクソはおしゃれかどうか、なんでということで、2つの鐘を鳴らしてフラムトが出現しました。久々のです。このソウルは全部ぶっ端をレベルにと思ったけど、適度にいきましょう。このぐらいで、いや全部っぱだろ。2つの鐘を鳴らしたのでレッスン3、ウーラシールの宵闇に出会うなんてまどろっこしいこと言っか。レッスン3、最初の日呪えジャンプしよう。これでいいだろ。こちらの方がいい。ということで、いらないやつはデリートしましょうか。痛いです。伝統的な作法だから。誘い込み、鎖のデーモンというねモンスターを完全に手なずけている。ナイス、ピンポイント。まだ勝てんのか。どれだけ耐えるんだこいつは。来た、よし、もういいぞ。あとは平穏な余生を過ごせ。さて行きますか。今回はこちらに向かいます。こちら、まずね、いつも通りまっすぐ進んでも別にいいんですけど、今日はこっち、今日こっちの気分。こっちには樹人がいっぱいいます。幻影たちじゃないか、森の守護者たちは向こうですね。この先を抜けていくと開けた場所に出ます。この辺りで、あ、うざいです。今から解説するからちょっとプロロールシルフするわ。こういう感じ、 OK。 ずれると死亡判定出ます、ね、ずれるとダメなんで。じゃあヒュドラ倒しましょう。ヒュドラもしくは古獣湖に行けも何でもいいが倒させていただく。まあ、ガゴイでエンチャせずにここでエンチャ使ってもいいですね。もうエンチャが効く敵はこいつぐらいなので、じゃあ待機、あとは倒していくだけです。ここをやると、まあ、前に行き過ぎて落ちないように、適度にブレスが来ないぐらいの位置で待機してればいいんで、まあ、いい位置もあるんですけど、まあ、完璧には習得してないんです。確実な方法、あ、これ確実な戦いにしか興味がない。こいつらは体力を削り取るか頭を全て落とすことで撃破できます。火力が足りない人はもしかしたら体力よりも首を削り取っちゃうかもしれない。これは首で撃破だな。 OK、 これで鍵は一つで、一回プロローして労働を挟みます。そしたら金ゴーレム出てくるから、あいつを倒そう。足取られて戦いにくいけど、敵も敵で鈍重なのでそこに関しては問題ない。かわして一発一発入れていこう。でこいつは属性が入らない、代わりに物理が入る。いや、物理しか入らない。これで終わりだ。そして出てくる宵闇、お前をやる。俺はお前に用だね。 OK、 ここまでやったら帰還しましょう。1 2 3 ローリング、 Undo Throw でローリングね、 I'm by Dry でローリング。さてここからが勝負です。まず左手にいるこいつをやる。で距離を詰めてくるクリスタル亡者をやると。で次にあそこで待機してるお前を取る。でさらには階段上でうろちょろしてるやつらを引っ張り出すと。片手で持てればそっちの方がいいんですけどね、スタブの方が効率的だけど、今回はちょっと片手持ちを諦めて、そっ
その代わりこう技量で火力を取ってるみたいな。で次に弓バンバン撃ってるこいつをやる。そしたらもう一体釣られてきます。もう一体釣られてくるからお前をやってスパーマかい。これで完璧です。一通り準備ができたらもう一体目のクリスタルゴーレム、こいつを殺そう。硬いな。だが無駄だ。そして割れペンゲット、これが目的。さあ準備は整った。ようやく突入できる。じゃあ最後に技量上げとくか。で先ほどと同じヒュドラを倒したところにもう一回向かいます。でここで宵闇士官をつけておく。ここね、ここのこう OK で、ここからやるのが壁切って、でここ降りて、ちょっと待って、これソウル回収できねえな、これ。なんでついてきた。で、これちょっと扶桑がやりやすいので扶桑に変えます。で、はしごの左から、これで初渡か。はい、初渡かというか、効率よく歩く、走る、落下するっていうイメージ。一応、扶桑がやりやすいので今扶桑に変えました。近畿試験だともう全くできる気がしませんね。あれは、落下中に壁とかをこう落下攻撃で当てておくと、なんか一回ローリングできるようになるっていう。でそのローリングが着地のタイミングに合わせることで落下ダメを回避するっていう、まあ、これもグリッチですね。あの思ってるより難しくない。で宵闇投函を利用することでこのようにセキュリティ調整は容易に行えます。さて準備は万端、 DLC 突入しよう。よし、霊廟裏庭で、かがり火に触れたいところなんですけど、触れちゃうとセキュリ解除しちゃうんで、ちょっと外がうるさいな。ものすごい勢いで救急車が通る。さあ行きましょう。霊廟の聖獣。霊廟の聖獣はそのちょっと DLC の特徴が含まれてるボスで、ある程度攻撃タイミングが決まってます。非 DLC に比べて DLC 系のボスは一回かわしたら攻撃を入れるみたいなムーブを結構強制されるボスが何体かいますね。何体かというか、この聖獣とあとアルトリウスがその特に顕著に現れてますが、マヌスとカラミーとは割と自由に戦えるかな。で聖獣戦はとにかく手前に歩く、これが基本です。倒しちゃった、終わってしまった。攻撃タイミングは手前に歩きながら攻撃をかわすというよりは間で避けるって感じね。間で避けていって、で攻撃が終わったら一発入れる、攻撃が終わったら一発入れるの繰り返しで、無理はしない、絶対無理はしない。無理して攻めると大体反撃もらえます。あとエスト瓶も確実なタイミングでしか飲んじゃいけない。エスト狩りがかなりこの DLC のボスは強いですからね。聖獣と特にアルトリウスね、アルトリウスと聖獣はその辺が強い。確実なタイミング でだけ無謀していくということで、この王家の神帝、ここの抜け方というか、ここの一番の最大の関門がこいつら、こいつらの攻撃が非常に危険だから、縦受けが安全ですね。このようにこのように縦受けが安全です。ローリングで抜けようとしてもちょっと引っかかっちゃうことありますし、あとこのディレイ結構対応してくるんですよ。 DLC の敵ってディレイ攻撃を対応してくるので、最速ローリングを狩るムーブっていうのが結構多いんですよね。だからあんまり避けようとせずね、避けようとせずこのように中ロリで抜けていくと。中ロリは関係ない、もはやね、左から行く必要ないから。あの旅人です。珍しいな。 So long. So long. いや無視で、チェスター無視。あいつのね、水面蹴りがイケメンすぎて戦いたくない、ペトりたくないもんね。ペトりたくないリストナンバーワン。よし行こう。アルトリウス、オブジアビス。行きます。アルトリウス戦も完成です。かわして一発入れる、それだけ、ただそれだけです。ひたすらかわします。忍耐力の勝負、どれだけあなた我慢できますかっていうのをね問われるボスなんで、と
とにかくかわしたら一発だけ入れて逃げる。そして銀騎士剣だと多分ねこれ阻止ができないんで、無理はせず阻止せずいきましょう。別に食らわなければどうということはないんで、この深淵まといモード全く関係ないんで、ダメージ受けなきゃ別にただ攻撃力上がってるだけだから。そもそも攻撃力が本当に上がってるかどうかもよくわかんないし、で攻撃入れたらすぐ逃げる。絶対に無理はしない。ひるんだとしても無理に攻撃入れる必要ないです。で間合いはもうちょい離れる、もうちょい離れて遠距離から突っ込んでくるこの攻撃、これを誘発するようにする。もうただこれだけ、これも美味しいですね。ジャンプしちゃった。でこの攻撃の後はエスト瓶飲むタイミングです。とにかくエストをどれだけ我慢するかがポイント。焦ってエスト飲むと大体食らえます。だからあの攻撃を基本誘発して、誘発してからエストを飲むって感じ。よしと、こうやってスカシンで確定で入れていくだけで勝手に勝負は終わってる、勝手に勝負は終わってますんで。でこの回転切りはダメ。もうちょい入り込むと連発で打たれにくくなる。この闇払い、この闇払いも注意。これもチャンスです。これも避けたら攻撃を入れる。近くにはいない、近くにいると多彩な攻撃打ってきます。よし、あと一発、仮にあと一発でも無理はしない。だがこれは無理をしてもいいだろう。アルトイウス、貴様に伝承ほどの、その伝説ほどの力はない。お前の真実は聖剣じゃない、アルトリウスの剣そのもの。そして今のお前を表すのは深淵の体験、主人公が倒し、そして深淵を救ったという偽りの伝承の果てに生まれたのがアルトリの聖剣。そう、つまりお前と俺でこの伝承は完成するんだ。よしというね、ということで始まりました、始まりましたよ。最後の初動化をしよう。最後の初等化をする前にまずは転送で棺の採取。さて一旦この中に行きます。でレベル上げしちゃいましょう。技量40特化で、あとは技量でいっか。で転送で裏印市街に戻ります。軽く手順を解説しておくと、北陽の紫水晶で出にります。出にって武器チェンして着地にエスト飲むっていうムーブで、エスト飲んだら成功、エストをなんか黒いもやもやとともに飲んだら成功です。そしたらダクリン使うっていう感じ。解説は以上、まあ、軽く触れる程度で。行ったらすぐにダクリン使う。あ、ミスった。ダクリン使わないとここに戻されます。これは失敗。これが来たらすぐダクリン、ダクリンで帰ることで日の炉の壁を越えてしまうということで、もちろんあそこは空いてないです。てなわけで今回は素性騎士で銀騎士剣を使ったルートですね、これをやってまいりました。まあ、ちょっとここで石類調整してからグインに挑みましょう。まずは敵のダッシュ攻撃をこれで受けると、ちょっと足りないな。あともう一押しくれ。よし、これ体力。さあということで、まあ、こんなルートもあるよというか、今のところ最大効率はこれなんじゃないかなと。ただあのさっきの日の炉バグがまだ全然つかめてないんですよ僕僕まだ全然つかめてないんで、もうすごい時間かかってしまうので、まあそこしっかり詰められればこれを使った RTA ぐらいならちょっとは挑戦できるかなっていうね。 SGS とこれと最低限安定させればなんかそれなりのタイムのなんか立派なものは作れるんじゃないかなとね。前回あれを宣言しましたけどね、前回動画でなんだっけあれ、あの武器三つ股槍で RTA やるって話をね、多分どっかに誰かやってるでしょ、もうさすがに RTA プレイヤーの一人や二人やってるでしょね、やってると信じてるので、まあ、僕はもうちょいちょっとね普通の RTA ルートをちょっと練習して最低限見せられるものにはね仕上げていこうかなと思っています。ということでじゃあグウィン蹂躙しましょう。レッスンファイナル、火の炉を飛んで
軍医を蹂躙せよ。いきます。まあいい火力いい火力、ただ片手持ちで持ってってないので、そこを注意しながらムーブしていかないとダメです。これあと1回耐えるな、あと1回耐えるから攻撃一発ぐらい入れとかないとちょっと危険かな。これは起き上がり一発重ねて、もう盾ができないってことはこれで殺しければいい。終わりだグミ、伝承の果てに消える。貴様一回の騎士撃たれた。はい、ということで今回効率を求めたルートになりました。銀騎士剣は光る強化なので、まあ強化しやすいので使い勝手、使いやすさっていうのはあるかなって。あとはエンチャントを前提としているので、エンチャントをしっかり持っていく、暗月制約による暗月の剣か、その先の太陽の光の剣とか、そのあたりを持って周回回していくといいんじゃないかなと思います。お疲れ様でした。